ゲッチャゲッチャ。はい、おはようございます。2日目ですね。モーニーモーニー。昨日は何時まで、何時に寝たんだろうね。多分俺5時ぐらいかな。4時とか5時とかね。で、今の時間が10時と、ちゃんとで、まあ、ちゃんと言った通りに出発できたんで、今日はこれから、松島という、松島屋のね、松尾芭蕉の有名な日本三景をね、そうに行きたいと思います。行きたいと思います。ユー、また580の壁かい。怖い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 。でっかいね。怖い。大衆イオンモールじゃん。これ全部イオン。怖っ。ウォールマリアグランじゃん。ウォールマリア、本当だ。怖っ。仙台のイオンでっけ。こんなイオンモール、これ増殖してんじゃん。この橋でまたさらにこう繋がってんでしょ。増殖してるって、このイオンモール。どんどんこれ人を吸って。怖い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 。待って待って、まだあるよまだあるよ。本当だ。はぶきさん、あそこで山を越えるかと思った。谷で終わってる、いやダムの役割を果たしてるがでかいぞ。すげえでけえな。怖え怖え怖え。これ今まで一番でかいよ。これ店員同士で、あの右舷と左舷の店員同士でできてんのか、以上の疎通果たして。できてないっていうか、あのスタッフ同士の顔も知らないで終わりそうだよね。怖っ。いや、はあのなんだっけ、俺ベトナムにも超でっかいイオンがあって、そこよりでかい。ここやばいね。いや、成田にもあるじゃんイオンモール。はい、全然でかいね。いや、何ここ。何したの。うわー、バカが考えた、バカが考えたショッピングモールだ。なんで。だってパチ屋、寿司屋、カレー屋さん、シャトレーゼ。シャトレーゼ、へぇ、シャトレーゼのラーメン。つきそうつきそう。おお、やばい、俺望遠あれ持ってきてねえや、レンズ。おお、うわすごいね。すごい。おお、マジで日本昔話の ね、日本三景ここにありって感じですね。うっす。というわけで、松島に到着でござんす。めちゃめちゃ綺麗、マジで。あそこに島があってね、ほら磯の香りがするんですよ。で、今日の、気温がね、20. 何度かな、仙台市は。だからめちゃめちゃ過ごしやすい。で、多分ですけどね、梅雨入りもしてないんじゃないかなと思って、6月の16日なんですけど、めっちゃ気持ちいい。なんていうの、ウミネコがいますよ、そこに。あのさっきの変なあーとかいう声のやつですね。この橋は何だろう、これ行くんかな。日本三景なだけあって綺麗だな、これ美になるわ。醤油みたいな、しかしポン酢。ポン酢なのこれ、やばいね。カットレモンもさ、見た、やば公害な値段とか、どうしたの、どうしたの。富士かと思った。あ、無言で食べちゃう、ね、カニみたいに。ハッピー前後でひどい。はい、あります。家も車もそうだよ、富も名声。それを生み出しちゃったらもう何でもありになっちゃうから。だいたいハッピーアイスってアイス買ってきてる人を一回も見たことない。2皿。これで元全然取れちゃう。まだ開始3分なんですけど、元の例の時期。はい、遊覧船に来ました。遊覧船の中こんな感じです。で、ここ1階なんですけど、2階に座るためにはプラスで600円払うと2階も使えます。グリーンルームですね。いいね。外も出ていいんだもんね。あ、動いてる動いてる。
美味しかったね。Which roughly translates to the Bay of a Thousand Congratulations.